こんにちは、速課地区の久保です日々情報発信をする中で、当然ですけども私とは考えの合わない方っているわけなんですよねまあそれに対して私の経験や人格を無視してですねで私に一方的に議論を吹っかけてくる方がいるのもまあ事実ですそれに対してなんですけども、私はねそこに対して怒りとか悲しみとかそういった感情はないんですよねでそもそも人って100人いたら100通りの考え方があると思うんですよ ですんで、す私と同じ考えをしている人の方が珍しいと思いますので違って当たり前だなっていうこともありますしそもそも私の人格に配慮する必要がないのもこれも事実なんですよ。ですんで私はね世の中の人を高く見積もることは本当にねあの私の本当の気持ちとしてはあるんですけどもでも実際に言論活動をする方っていうのは無礼な人が多いなとも思ってるんですよ。特にに自分の考えを押し通すために 相手の議論をぶち破るというかね、いわゆる論破する。人の上げ足を取って恥ずかしい思いをさして、勝ったって思いたい人がいるのも事実だと思いますので、まあそういう方にはね、いくらでもどうぞあなたが正しいですと。その通りでございます。私は大した発言してませんから、っていうふうに考えることにしてるんですよ。で、そうなると一部の方はね、いや、久保さんは影響力があるんだから、勝手なことをね、発言すると影響を受けちゃう人がいるでしょ。それによって、 えー、久保さんの言うことを鵜呑みにして間違った方向に行ったらどうするんですかって問いかけがあるんですよねこれに対しても私の答えは明確で「いやいや心配には及びません」と「私の動画を見てる方は皆さん賢い人なんで私の言うことを鵜呑みにする人はいませんよと」と例えば私が何か間違えたことを言ったらねその間違えたことをちゃんと理解して自分なりに消化して自分の道を選んでいく人ばかりなんで私が右って言ったら全員が右に行くわけでもないし私が左って言ったら全員が左に行くわけでもないからそれ心配ないですよと。 それは私の視聴者さんをバカにしてるんですかっていうふうにお返ししますよね。で、私はね、その最近の感染症騒動にしても、あの、予防注射にしても、いろんな考えがあると思いますし、その考えは日々変わると思うんですよ。もしくは変わらないと思うんですよ。それでいいんじゃないかなと思います。ですんで、私と違った考えの方とね、やり取りをする中で、言葉の使い方にムカッとすることがないわけではないんですけども、でもね、逆にこう思うんですよ。私の考え方をもしね、その人が変えてくれるんだったら、それは一つ、 興味深い試みだなと思うんでこの人がどういうふうにコミュニケーションを取ってくるのかなってことをしっかりと向き合ってですねあえて私の方から反論せずに「あなるほどあなたの考え方も筋が通ってますね」「いやすごいですねその考え方を支持してる人ってのは多いんでしょうか」とかね「そこまで勉強されたのはどういったことになるんですか?」って「あなたは本当にもともと賢い人なんじゃないですか」「いや本当に感心することばっかりです」っていうふうにまあ褒めちぎりますよね。そうするこことで別にこちらからか 敵対する必要なく向こうからね、いや、久保さんはね、話の分かる人なんでよかったですよ。で、私の考えが正しいこと分かりましたよね。じゃあそのように発信お願いしますって言った時に、いや、言うことは理解できますけども、やっぱり私は自由に発言させてもらいますから。ね。私も、あの、バカじゃないと思うんですよ。じゃあ何がバカかというと、言われたことを鵜呑みにして何も考えずに自分で、 裏付けを取らずにに言われたままに発信するっていう風な今の、ね、スタイルあなたに言われたからだから私もその考えに、ね、いきなり行くってことは考えてないですとよくよくじっくりとあなたの考えも取り入れながら最終的に自分が思ったことを発信するその結果昨日と同じことを言っててもそれはしょうがないじゃないですかあなたに説得力がなかったわけなんで。 賢いあなたに説得力がなかったわけなんで賢くない私は自分の考えをこれからも発信しますよっていうことでねえ結局ケムに巻くって形にはなるんですけどね相手のことを最大限尊重しながらやっていこうかと思いますね、まあ、ですんでね議論っていうのは時に楽しいもんでもありますし学びにもなりますけども基本的には考えの違う方っていうのはずっと平行線の方っているんですよ で、この方は平行線だなと思えばそれはそれでいいんじゃないですかだって目の前の人を説得できたところで世の中に何人の考えが違う方いるんですかとで自分の考えと違う人を説得して自分の考えに引き込むことに一生かけちゃうんですかって話ですよねそれはもうねうんどっかで人の意見っていうのを尊重するべきだと思うんですよで自分の力でね考えを変えてあげなくてもその人は自分の知性で自分の考えを変えていきますしもしくは考えないでそのままいくと思うんですよ いいじゃないですかそれでと思いますけどもねはい、えー、でね今回ちょっとねメールをいただきまして、えー、いろんなことがあったんだけども帰ってくるリプは失礼で侮辱的な内容も多く残念な気持ちになりましたと、うん、私の場合はね侮辱されて当然だと思うんでいやいただいた言葉胸に染みますっていう風に考えますねはい一言で言うと相手の真意をわかろうとせず相手の言葉の揚げ足取りに必死な感じでしたあこれは、ね、普通の人なんでこれが だからあ、普通の人が来たなと思います。賢い人はこれしないんで。だから、言葉では、あなたは大変賢いですねって言っても、賢くない人なんだなと思うことにしてますけどね。久保さんが私の立場なら、真意を理解できない相手とどう向き合いますか。はい、真意を理解できない人っていうのはあの、そのぐらいの知性なんで、知能なんで、それは方がないじゃないですか。だから、3歳の,あの子供にね、自分のレベルで話をしても、やっぱ通じないと思うんですよ。 だから3歳の子がなんか喋ってるなと思えば、よしよしかわいそうにね、うん、そうだったの、分かった分かった、そうだよね、でいいんじゃないですかね。<laughs> そんな感じで対応しております、私の場合は。いってらっしゃい。